カンバーランド川はアメリカ合衆国南部の川であり、ミシシッピ川、水系オハイオ川の支流の一つである。全長は1 1 0 7トル。ケンタッキー州東部のカンバーランド高原に源を発して西に流れ、テネシー州北部を経由して、ケンタッキー州西部のスミスランドでオハイオ川に合流する。カンバーランド川はケンタッキー川ビッグ、サンディ川と並び、 ケンタッキー州の三本の主要な川の一つである。テネシー州の州都ナッシュビルはカンバーランド川沿岸に位置する。カンバーランド川の流路と流域カンバーランド川はハーラン郡を源流とする自然の川である。21メートルの落差を持つカンバーランド滝は合衆国東部の大規模な滝の一つでリトルナヤ柄の異象があり、常に霧が立ち込めていることから、 西半球で月虹を見られる数少ない場所の一つとされている。カンバーランド川とその支流にはいくつかのダムが設けられており、大きな貯水池が形成されている。ダムは拷問によって航行が可能になっている。上流から順に、ウォルフクリークダムが形成する、カンバーランド湖ナッシュビル東方のオールドヒッコリー湖、ナッシュビル西方のチャタム湖、ケンタッキー州西部のバークリー湖である。 支流には、ケンタッキー州南部のローレン川に設けられたローレン湖、テネシー州のオベエ川に設けられたデールホローチョス市ナッシュビルのストーンズ川に設けられたパーシープレイスト湖がある。ビッグサウスフォークの渓谷は、ビッグサウスフォーク国立警官河川、レクリエーション地域として、アメリカ合衆国国立公園局により保護されている。カンバーランド川は、 まず漁師と移民のための重要な通路として利用され、やがてオハイオ川を経てミシシッピ川に至る河川交易路となった。川沿いの市町村は川の船着き場を中心に発展した。19世紀中盤まで交易や旅行の道としてカンバーランド川は欠かせないものであった。1748年、バージニア州出身の探検家、測量家であるトーマス・ウォーカーは、 領主を率いてバージニアからアパラチア山脈を越えた。彼ら一行は1746年のカロデンの戦いによってアメリカでもなお知られたカンバーランド港をウィリアム・オーガスタスにちなみ高原地帯にカンバーランドと名付けた。ウォーカー一行は現在のケンタッキーへ向かいカンバーランド渓谷を通過したがこの時カンバーランドの山並みから流れる美しい谷川に カンバーランド側と命名した。ウォーカーは1750年4月17日の記録に次のように記している。私が漁のため渓流を下ったが、この渓流が私たちのキャンプの麓に約1マイルの場所で川に合流していることを発見した。私はこの川をカンバーランド側と名付けたと記載している。ウォーカーがカンバーランド側と名付ける以前、この川は ネイティブアメリカンによって、ワノト川、フランス人商人からは、ショーバノン川と呼ばれていた。またウォーカーによる命名以降も、シャウニー川、またはシャワノー川の別名で呼ばれていた。南北戦争では、カンバーランド川付近で、いくつかの戦闘が行われた。中でも知られているのは、ドネルソン要塞の戦いである。アメリカ海軍の艦艇には、この川にちなみ、 カンバーランドと命名されたものがある。2010年4月下旬から5月上旬にかけて、豪雨により増水したカンバーランド川が決壊し、洪水はナッシュビル市内に及んだ。ナッシュビルのダウンタウン一帯には避難勧告が出された。ありがとうございます。